そうそう、また4月から始めようかなと思って復活したんだよ。まあ最後まで聞いていってくれたら嬉しいかな。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、皆さんお久しぶりです。1ヶ月ちょいぶりの週刊スチーム通信となりましたが、皆さんお元気でお過ごしだったでしょうかね。休んでた時は本当ツイッターとか、まあコメントを通してね、励ましの言葉をいただいたり、ゆっくりしてくださいねと応援コメントをいただいたりとかしてですね、皆さんの温かさを感じつつ、はい、充電しておりましたけれども、はい、また、今日からね再開していきたいと思います。まあ、1ヶ月休んだだけで割と新情報なんかもありますし、スチームを取り巻く環境も変わったなという印象でした。休んでいてもまあ、スチームのいろんな情報は追ってたので、まあ、皆さんも、まあ、バンナムさんがねワンピースのゲーム出したりとか、様々な情報を掴んでおられると思いますが、はい、変わってきたなという印象だったのではないでしょうか。はい、また金曜日の週刊スチーム通信早速やっていきたいと思いますので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。ではまずはこのコーナーからいってみましょう。はい、今回は、2つのイベントに注目してみました。1つ目は Xbox ゲームスタディオズのパブリッシャーセール、15日までとなっていますね。おそらく16日の深夜までではないかなと思うんですよね、日本時間でいくと。はい、 Xbox スタディオズ、また Xbox スタディオズだけではなくて、まあ、関連の、デベロッパーですね、はい、オブシディアンとかね、ベセスダとか、まあ、そういったものもここに、ね、列挙されてますね。ダブルファインであるとか、ライフイズストレンジのね、ドントノットっていうんですかね、エンターテインメント、はい、こういった、関連企業も Xbox で Xbox スタディオズとして、出しているものですね。はい、列挙されていますし、まあ、あなたへのおすすめとか新作とかスペシャルセール中であるとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、はい、例えばヘイローが 60% の1684円であったり、ヘルブレードセナーズサクリファイス、これは、女性主人公のちょっとね、ダークで、まあ、精神疾患を持つ女性の、ストーリー主導のアドベンチャーゲームなんですが、はい、75% の745円だったり、エイジオブエンパイアーズというストラテジーですね、リアルタイムストラテジーが、60% であったりとか、まあ、割と安めに設定されているのかなという気がしますので、 Xbox のゲームが好きな方、買って損はないんではないかなと思います。そして、もう一つはですね、この BAFTA、イギリスのアカデミー賞ですね、イギリスのアカデミー賞、ブリティッシュアカデミーゲームズアワードというこの、ものが示すように、言葉が示すように、映画とかだけではなくてエンタメとしてゲームもね表彰されるんですよね、アカデミー賞なんで、毎年、まあ、この時期になると BAFTA 開かれていて、ゲームが、ノミネートされるにあたりセールされるっていう感じですね。はい、今回、コングラチュレーションの2002BAFTA アワーズウィナーズ、選ばれたゲームが、トーエム、ノーマンズスカイ、ビフォアユアアイズ、ダ・アートフルエスケープ以下、こんな感じで、ノミネートされています。まあ、どれもノミネートというか、ランクインしていますね。どれもね、Steam で話題になったゲームですし、かつ評価の高いゲームばかりなので、まあ、買って損はないのかなと。まあ、その中から、まあ、ノマスカなんか 50% オフになっていたりとか、はい、結構安く、またこれもセールとしては設定されていますね。サイコナッツ 40% オフであったりとか。で、セールされてないのもありますけどね。はい。
インスクリプション、まあ、自分も買いましたけれども、デッキ構築型のローグライトで割とこう日本でも売り上げトップの上位に来ていたものですね。そういう作品とかフォルツァホライズン5、まあ、最新作ですね、はい、そういったものも、出てますし、セールされていますし、まあ、ノミネーションされている作品の中で、はい、ベストゲームであるとか、ジャンルごとにねこんな感じで見ることができるので、何か興味がある、ゲームがあれば、まあ、受賞した作品なんでね、クオリティは折り紙付きだと思うので、ぜひプレイしてみてください。でこの2つのイベントをですね、Steam データベースで見る場合ですね、はい、まず、Xbox ゲームスタディオズパブリッシャーは XGS とサーチにかけていただくと34プロダクツヒットします。まあ、その中でフォルツァホライズン5が初めて 15% オフになったっていうことが、分かりますし、まあ、その他でもう更新はしていないものの最安値のゲームが結構たくさん探せますので、まあ、こういう、Steam データベースを通してもセール作品見ていただくといいんではないかなと思います。まあ、レーティングをいじったりですね、評価をいじったり、ディスカウント何パーセント以上の、ゲームを買うか、まあ、それを絞ったりとかですね、また、まあ、毎回言ってますけれども、このあたりをこういじると、はい、最安値になったものだけを、相当かけることができるので、ブルーグリーンはそうですよね、はい、そういった、この左上のね、チェックも考えていただいて1回Steam データベースからゲームを見られるといいんではないかなと思いますし、はい、BAFTA と検索すると49プロダクツ、つまりイギリスのアカデミー賞ノミネート作品、受賞作品の中からセールされているものをこうやって選ぶことができます。まあ、同じようにね、ブルーグリーンでやると31プロダクツが今回セールされていて最安値になっているので、まあ、選びやすいですよね。まあ、例えばヒットマン3出たばかりですが、もう 50% オフになっていたりとかですね。はい、フォルツァホライズンの前のバージョンも 67% オフになっていたりとか、ザ・ラストキャンプファイヤー、これはエピックの独占配信になっていたんですが、Steam で最近配信されたゲームですが 50% オフになっていたりとか、アウターワイルズ、まあ、これは探索系の、シミュレーションゲーム、まあ、サバイバルゲームですかね、はい、40% オフになったりなってたりとか、ハデスが 35% ほど最安値になってますし、まあ、最安値を更新したものとしては、まあ、トーエムですね、さっき言った受賞作品ですね、 30% オフになっていたり、はい、ビフォーユアイズも 60% ほど、受賞したものがね結構やっぱり最安値を更新してる感じなんですよね。はい、このあたりからも、お得なものを探して、賢い買い物をしていただければなと思います。ではこの中から今回はこのゲームに注目してみました。はい、今回紹介するゲームは英国アカデミー賞でも、紹介されたマケットというゲームです。はい、これはパズルゲームになっているんですが、ただのパズルゲームではなくて、物語の中に、まあ、パズルが散りばめられている。なので、どちらかというと、こうパズルをこなすというよりも、まあ、物語に没頭するような作りになっている類の、ジャンルで言えば、まあ、パズルゲームという感じですかね。はい。プレイヤーは恋愛中の若いカップルの思い出を掘り起こして、クリエイティブな思考で、まあ、パズルを解いていくことになると。ちょっとね、変わったコンセプトのゲームになっています。まあ、再帰的な世界っていうことなので、まあ、例えば、世界、このマレットの世界全体が家になってるんですけども、そのプレイヤーのアクション、例えば、その家のドアを開けてから走って模型のところに戻ると、模型のドアも開いていることになると。逆に模型のドアを指で閉めると同時に本物の家のドアもバタンと閉まる。だから、バーチャルの世界と実際の世界が連動しているような、この不思議な感覚に陥るような、世界観になっています。
今までこうパズルゲームといえば、まあ、そこの世界がパズルになっていて、そのパズルを解くことで、まあ、次に進むとか、そのパズルで解いたことがヒントになって謎がどんどん明らかになるっていう感じだと思うんですけど、でもあくまでもマレットは物語の中に、物語に没頭する中にパズルがある、まあ、そういう再起的な、ゲームということができるので、本当にね、なんかこう独特で、面白い世界観なゲームなので、ぜひ、プレイして見られるといいのかなという感じはします。パズルとストーリーの両方の面で感動を与えてくれるものが多くあるので、物理的に不可能な世界を探索した時の驚き、またストーリーが、あると。そして、まあ、恋愛経験にもなっているので、まあ、そういう男女の、ラブストーリーのいいところも反映されていると、まあ、これね、言葉にしたらすごく難しいので、実際、プレイを体験すればわかると思いますが、はい、ぜひプレイしてみてください。はい、このゲームが、2050円定価なんですが、 50% の1025円で4月12日まで購入することができるので、まあ、決して高くないんでね、ぜひ味わってみてください。それでは続いてこのコーナー行ってみましょう。まず Steam の週末無料ゲームですけれども、フットボールマネージャー2022が去年の11月9日にセガパブリッシングで出ているんですが、それがですね、3日間週末無料プレイになっています。で、4月22日までなんですが、 33% オフの3343円になっていて、今ね、なんと同時接続数がですね、上がってるんですよね。はい、6万人以上の人がね、今遊んでるんですよ。やっぱりこうワールドカップ、まあ、世界各国ね、出場国とかも決まってね、自分がどの国と対戦するかっていうのも分かってきているので、今こうサッカー熱って結構上がってると思うんですよね。で、どのサッカーゲームも多分盛り上がってると思うんですが、このフットボールマネージャーは、まあ、ただサッカーをプレーするというだけではなくて、こうマネジメントする方に、重きが置かれて、そしてもう何年も何年もね、ブラッシュアップを繰り返しながら新しいのが出ているだけあって、ファンが多いんですよね。なのでこの同時接続数につながっていると思うんですけれども、まあ、ぜひ遊んでない方、一度遊んでみてください。まあ、日本ではね、サカツクとかが有名かもしれませんが、はい。そしてもう一つ、ニューワールドがですね、新しいコンテンツが出たのかな、はい、3日間無料になっていて、4月19日まで、40% オフの2520と、まあ、こちらの方はですね、ちょっと同時接続数100万人近くがオールタイムのピークだったんですよね。91万3千人まで伸びたせいか、この3万人ちょっとの今の同時接続数というのがしょぼいように感じるかもしれませんが、まあ、でもサバイバル系のゲーム、アマゾンゲームスパブリッシングのゲームとしてはもう大成功と言えるのではないでしょうか。はい、まあ、この成功があるのでアマゾンも多分ほっと胸をなで下ろしているところだと思うんですけれども、はい、オープンワールドのサバイバルゲームになっていますので、ぜひプレイしてみてください。まあ、メタクリティックもね、70とそこまで悪くない数字を叩き出しているので、大丈夫なのではないかと思います。はい、まあ日本人は割と賛否両論みたいな感じですね。おすすめしないも目立つ感じにはなっていますので、まあレビューを参考にしながら、まあまあ無料でね、3日間できるので、まあ大体こうゲームに長けた人なら3日間プレイすれば、そのゲームがどういうものであるのか、面白いのか面白くないのかの判断ができると思うので、まあそのためにね、この週末無料プレイっていうのはあると思うので、まあ買わないまでもどんなゲームなのか一度お試しあれという感じですかね。はい。ぜひ、遊んでみてください。そして外部サイトの無料ゲームですけれども、スーパートイカーズという、ゲームがインディーガラで今無料になっています。はい、スーパートイカーズ2014年6月6日賛否両論インディーレースゲーですね。このね、ちょっと、まあ、チョロ級タイプというかミニカータイプ の, レースゲームって割とね、探せば Steam でも出てるんですけれども、まあ、自分もワンコインディーなんかでこういう系のカーレースゲーム紹介したことがあるんですけど、もうこう
すごく簡単な作りでこういう獲得したレースで獲得したポイントでカスタマイズしていって強くしていって次のレースに臨むみたいな、まあ、オーソドックスな作りなんですけど、なんか熱くなってしまう、なぜかこう最後のグランプリシリーズまで行きたくなるみたいなね、そういうこう没入感があると思うんですが、はい、980円で、Steam でも購入できますが、今回インディーガラで、無料で遊ぶことができるのでプレイしてみてください。はい、そして、Steam ですね、 Steam の今、無料ゲームとして黒い砂漠がね今無料になってるんですよね。で、黒い砂漠自体は多分Steam 以外だと無料なのかな、多分そうだと思うんですけれども、まあ、2017年5月からサービスを開始して最近ね、ここ半年ぐらいでリリースされたゲームなんですが、まあ、これ今、登録無料のゲームになっていて、まあ、同時接続数も上がってるんですけれども、無料プレゼントパッケージっていうのもありますし、はい、ゲーム自体も1000円だったかな、900円前後のゲームが今タダでもらうことができるので、ぜひ、ゲットしてみてください。まあ登録さえすればね、あとはいつダウンロードしても無料で遊ぶことができるっていうものなので、ぜひお見逃しないようにっていう感じですかね。はい、そして、エピックゲームズからは2つのゲームが今無料になってましたね。はい、ローグレガシーというゲーム4月15日まで、そしてザ・バニシング・オブ・イーサン・カーターですね。イーサン・カーター。はい、これは小説に基づくアドベンチャーゲームなんですが、ちょっとページ見ておきましょうか。ローグ・レガシーは、ローグ・バニアの、ゲーム。まあ、ちょっとコミカルなね、キャラクターで、親しみやすいキャラクターが採用されている横スクロール、ローグライクアクションという感じですかね。1480円で、購入できます。そして、ザ・バニシング・オブ・イーサン・カーター。あ、これあれなんだ。ノミネーションしてるんだ。2014年のゲームだけど。はい、フォトリアルなグラフィックが美しいとなってますけれども、まあ、日本人も絶賛していて、メタクリティックも80以上と非常に高いゲームになっているので、まあ、これもね、無料で遊べるので、まあ、別に痛みはないと思うので、ぜひプレイしてみてください。そして外部サイトのお得情報なんですが、まあ、ファナティカルの方でですね、今すごいプレミアムコレクション、まあ、もうすぐ終了するんですけど、3月のものが上位に来ていたりとか、このねローグソウルズバンドルも結構いいんですよね。ネバリンス、エルダーボーンなんかも来ていますし、まあ、1079円でこれだけ買えたらいいだろうと。で、単体でもですね、この4位に位置づけられているホライゾンゼロドーンのコンプリートエディションがですね、なんと 57% の2107円ということで、めちゃくちゃ安いんですよ。で、相変わらずミステリーバンドルもあるということで、割とファナティカル今、トップセラーを見る限りでは充実しているかなという感じなので、ちょっとラインナップを見て気になったら、ぜひ、ゲットされるといいんではないかなと思います。そしてハンブルバンドルではハンブルチョイスがね4月更新されましたが、今回はキルスクワッドであるとかモンスターサンクチュアリー、デトロイオールヒューマン、ゴーストランナーか、まあ、このあたりがなんか目玉なのかなという感じはしますし、まあ、その他この計8つのゲームが手に入るので、ぜひ遊んでみてください。まあ、それだけではありませんよ、特典ありますよということは、まあ毎回言ってますけれども、ぜひこのゲームが気になったのであれば、ゲットされるといいのではないかなと思います。まあ、お得であることにはね変わりはないので。で、バンドルのゲームを見てもなんかいろいろゲームバンドル3つあるんですよね。はい、キリングフロアであるとかシムズ系でユニバーサリスですね。はい、あるので、ぜひ、ハンブルバンドルにも足を運んでみてください。Steam の週末無料ゲーム、そして外部サイトの無料ゲーム情報、お得情報は以上です。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。なんか久しぶりなのでね、なんか妙な緊張感がありました。なんか自分はね、まあ、別にこれ録画なので緊張する必要はないんですけれども、なんかね、はい、ちょっと硬い印象があったかもしれませんが、まあまたやっていくので引き続き聞いていただければなと思います。
ゃあ最後売上トップ見ていきましょうかね。休んでる間に発売されたエルデンリングやその他ね、いろんな和芸がねもう出てますね。ゴーストワイヤー東京ですか、はい、対抗立志伝はまだ5月か、はい、このあたりはまだですよね。クロノクロスも4月、あ、クロノクロスは出たのか、今日出たのか、はい、モンスハンライズであるとかウィンポスとか、もうこれなんかプレイステーションストアのラインナップと言っても過言ではないぐらいのね、なんかもうスチームもそれだけねメジャーになったなっていう感じを受けるラインナップになってますが、はい、こういうね売上トップ日本人がどんなゲームを買っているのかっていうところから、特にねやっぱり初めてスチームでゲームを買われる方が、ね、一番参考になるんではないでしょうかね、この売上トップの順位っていうのは。はい、まあエルデンリング買っておいたら間違いないのかもしれませんが、モンハンライズとかね、はい、売上トップという項目この中ほどにあるので、ぜひ、活用していただければなと思います。で最後になりましたが、まあ、久しぶりに、今回週刊スチーム通信撮らせてもらったんですけど、まあ、このチャンネルではこういう単にゲームの実況するだけではなくて、スチーム PC ゲームの情報発信チャンネルとしてやってるので、また今日初めて来られた方、はぜひチャンネル登録もしていただきたいなと思いますし、まあ、ホームのところをタップクリックしていただくと、まあ、どういうコンテンツがあるのかがわかると思います。生放送とかも時々やっていたりとか、初めてのスチームといって初めて PC ゲームをする人が、どういう、ことをから始めればいいのかということも丁寧に解説している動画も今60以上撮ってますし、はい、テーマ別にね。で、あとよく記事とかであるスチームを なんかシミュレーション、これだけはやっとけ、シミュレーションゲーム10選とか、そういう記事って多分一度は見られたと思うんですよ。見られた経験があると思うんですよね。おすすめゲームを探すときに、RPG5 選とかね、オープンワールドゲーム8選とか、まあ、そういう、記事の動画バージョンで、スチームおすすめ丸線という、まあ、それもこうテーマいろいろ自分で決めて気になったゲームとかおすすめとして紹介しているので、ぜひそういうコンテンツも見ていただければ、今、まあ、どういうものが一体 PC ゲームで流行っているのか、また面白いのかっていうのがある程度分かってもらえるんじゃないかなと思うので、もちろんね5万以上のゲームがスチームにあるのでその限りではないっていうことは言っておきますけれども、はい、ぜひ参考になさってみてください。はい、ではキーワードですね。久しぶりですね、ここキーワードを紹介するの、ただいまーにしましょうか元気よく、はい、キーワードただいまはい、このキーワードを自分のプレゼント用のツイッターアカウントをですねフォローしていただいて、フォロー返しますので、ダイレクトメッセージの方にダイレクトメッセージにしてくださいね。はい、ただいまと入力していただいた方の中から抽選で何らかの、スチームゲームキーをプレゼントしたいと思います。はい、明日土曜日中締め切りの日曜日配布にさせていただきたいと思いますので、どんどんご応募していただければと思います。それでは明日また、週刊スチーム通信第2部として最新情報をお届けしたいと思いますので、ぜひ、聞いていただければと思います。はい、まあラジオ感覚で聞けるようにくっちゃべってるっていうのもあるので、まあ映像を見なくてもラジオ感覚で聞いていただければ嬉しいかなとも思っているので、はい、お任せしますが皆さんにはい、ぜひまた、聞いてみてください。ユーロでした。また明日、バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。